自己破壊行動実行。劇場版ポケットモンスターカイリキン vs 水鉄砲。というわけでまあねやっていきましょうか。ということで前回はまあもうちょっとで終わりますよというところでね、まあなあのなんかやったりとかしてたんですけど、とりあえずねカイリキー、ゴーリキーを今から倒しに行こうというところで、まあその武器をですねこの水鉄砲とそれから豆鉄砲、豆鉄砲って技はないんかな、うん、まあよくわかんない、まあとりあえず糸を吐くくらいでいいかな素早さ下げるだけということでやっていきましょう。上から落ちてきました。さあ今はね単なるゴーリキーなんですよね。やっぱりゴーリキーがね通信交換をすることによって、自由です進行感をしたことによってカイリキー化していくということで、わっしょいわっしょい、またお前かーということで、足を引きずりながらやってきたね、あのこいつは通称カンナと呼ばれるですね、うん、怒ったカンナ、違う、あのオーキド博士の元彼女、あれなんなんだろうね、カンナってどういう存在なの、オーキドのやつもただ追いぼれただけだ、ポケモン戦わせてなんぼなんじゃよーとかってね、戦わせた結果は手持ちのポケモンがほとんどゴーストっていうことは、まあまあおそらくね、あの墓地送りにしまくった数のポケモンたちもね、さまざまたくさんいるんじゃなかろうかなんてことをね、いろいろベラベラ喋ったりとかしてるんですけど、まあそう考えるとね。大木戸博士の後任の、ああ、なんか頭がテロテロしてる。こいつが、うん、後任の声優さんって誰だったんだろうっけ、まあ、あんま覚えてないんだよね。足が行こうじゃないか、みたいなことね、話したりとかしてるんですけど、まあ、とりあえずこいつをぶちのめすっていうところまでをね、やっていこうかなというところなんだけど、アントンそうだろ、どうなんだろう。ラジバンドね。まあ、そんなことを言いながら、早速だけど、やっていきましょうか。はぁー、さあ、戦っていこうか。貴様は私をそんな武器ごときで倒せると思うなよって、あの、舐めんなよ、おっちゃん舐めんなよ、おら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 おめだまプッチン、危ない危ない危ない、はい、いきなり壁ドン食らうとこだ、いきなり壁ドン、あ、バックステップね、いきなりね、あの連続パンチはでも2回攻撃だから、あれなんだろう、メガトンパンチかな、メガトン、よし、カチャッと、意外と狭いな、カベドゥンがあれだな。で、またバックステップ。そうだよね。バックステップだね。ジュシ。おい。あ、やばい。ふん。メガトンパンチ。まあ、命中率は低いからね。あ、やばい。ストップ。落ち着け。カウントダウン。こいつと装備しとこうか。ほい、よいしょ。やっぱね、フラッシュを使わないといけないからね。フラッシュ。後ろ、お目玉。フラッシュ。あ、やばい。おい。オッケー。あー、でもそうなったら一体どうしたらいいんだろうね。ほい。片手打ち、糸を吐く、最近の糸を吐くは攻撃力を持たせていくと。これさ、全然、めっちゃ膝治療してたわ。どこじゃ、これが。よいしょ、ほいー。パコンで、おめだま海岸。さあ、おいで。で、まずは、おめだまプッチーン。ほいー、な、あれ、な、飛びつくか飛び跳ねるか、一旦を待って攻撃してくる。頑張って、よいしょ。で、膝、いや、太もも、ふい、乱れ引っかき、5回連続攻撃。よいしょ。で、目玉に攻撃するなんかって、なんかあるの、よし、お目玉プッチョンで、後ろ振り向いてる間に、ほい、背中バッチン、オッケー、いいね。で、グオ、チラ、あ、やばい、これ、どっちに逃げればいい、さあ、来い、サークルがいい、ていじみじみじみに、じみじみ。フーマン、オッケー、フーマンパーで、最後、うわー、あー、やばい、おー、これは何の技だ、叩きつけるって、大したことないよね、よし、オッケー、お目玉ちょうだい、よいしょ、あ、意外と早い、なんでこんなのを手がけたらいいんだ、よいしょ、ほい、やばい、体が炎の石になってる。これ、また進化する気だな。でもね、あのこんだけ攻撃してるけど、無視してくるってね。で、これに関しては、こっちストップしようか。ほい、これでなんとかだ。パキーン、全く無意味。うえぇ、最高か、おめだまちょうだい。ほい。この後にね、あのね、ハゲチャピーン、ピン。また待機してるからね、おめだま。くるくる、ふいー、見たり引っかき、ただの引っかきやった、うわー、やばい、あー、アッパーなんてことない、おう、おう、乱れ引っかき、ていてい、指を振る、ランダムでいろんな技、まあ、多分最終的に大爆発とかってやっていこうな気がするんだけどな、あ、ぴょん、飛び跳ねる、とりあえずこいつ全部使っちまうか、よいしょ、ピッ、いい、どうしても手に入らないしね、よいしょ、あ、え、
あ、ウエストはそんなもんだったか。はい、ということでぶちのめすことができたということで、じゃあ次回ね、やっていくところのパートまで、なんて言ったらいいの、次回の対戦場所までね、安全安心安全をお届けしながら進んでいこうかなということですね。対象の無力化を確認。攻撃対象無力化成功、イエイ。どうしよう、あ、とりあえずこっち解除します。使っとこうかって、よいしょ。で、ピッタイトル拾ってくれない、よし、そうなんだよな、白い頭ね、ね、ツルピカ太陽剣つって放ってくるやつがいるからさ、しかもあいつ時間制限ある中でぶちのめさなきゃいけない、結構大変なんだよねと思って、マグナも拾ってしまったな。マグナもあったところで仕方がないんだな。マグナも今回ね、全く持ってね、使わないからね。まあ次回パートはね、最終なんだっけ、ハゲチャピンをね、火炎放射器で燃やし尽くすっていうやつをやるとこって、あ、うんふん、どうしようかな。じゃあ次回は爆発物陳列剤どこまでボン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 できるかっていうのを試してみるか。大きいね。まあカイリキーもね、攻撃力は高いけど、やっぱ防御力が大したことがないからね。完全にこれあれだな。いやー、なんか昔の64とかのさ、赤黄色黄色ってやつだよね。で、まあ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 、これを拾ってで、よし、オッケー。じゃあ上に登っていきます。ピーピーっと。で、まあまあまあ、ムーミーに関してはもうちらっと見たからね、今回ね、ハンドガンでどこまでぶちのめすことができるかっていうところで、ハンドガンで言うんですけど、はい。っていうところだったので、まあそんなことも言いながら、ひどい傷だ。いやー、まあ次のね、戦い場所までちょっとちらっと寄ってやっていこうというところですね。よし。じゃあ、一旦ここはもうやっていくので、次回の、パートの準備を終えたところで終了とさせていただこうかなというところですね。おめめシャワーシュー、高いコードが、実行されました、ね、中央エレベーターだから、ケーブルカーではもう戻ることができないから張りすぎだろう、ご注意くださいねということなんですけど、どうしよっかなこれね、まあ、最終的にこいつとこいついらないか、まあとりあえず使えるだけ使っていってというところにしたいと思うか、まあ、こいつがまずいらないか、こいつ預けとこう。で、あとは、ないな。よし、ということで AWS Amazon Web サービスを見ながら一旦ね、ここら辺で終了とさせていただきたいと思ったんだけど、ここセーブポイントねえんだ、じゃあ行こう。セーブポイントがあるところまで行こう、とりあえずね。はい、拾えない。これでもどう見てもハンクなんだよ、ハンクってね。まあナイトフォークは残念ながらね、ちゃんと生きてる。残念っておか、残念ながらはおかしいな。あー、足を引きずって、おー、足が痛いよーって。どうする、上から覗き込む谷間を皆さん反応してからこのパート終わりにした方がいいですか。はい、もうみんなも好きね。じゃあ、君のことを考えてた、君のことを考えてた。あら、私もよ、私もよ、スケートパーティーイーソホーネー、俺たちはいいチームだ。知ってるそれ、聞きたいことがある。知らないよね、何かっていうと、ポンゴっていう映画があるんですよ。誰も興味ないわ。まあそんなことも言いながら、いやー、果たしてどうなるかっていうことで、さあ、さっさとそいつを追い起こし、私の給料がかかっているのよって。まあね、君は FBI じゃないと。その給料で一体何をするつもりか。ああ、そんなの決まってるじゃないの。お胸をもっと今より大きくするのよって。おとなしく渡せばよかったね。本当にリメイク作品でね、お胸が大きくなってくるってね。まあ RE2 じゃねえや、リベレーションズ2とかでさ出てきたモイラとかもさ、ショートパンツで、しかもなんだっけ、ビキニスタイルみたいな、忍者スタイルあったじゃないですか。ああいうのとかすげえ脳天爆殺みたいなさ、格好してるのにさ、残念ながらね、俺もそうだ、ちょっと違うっていうところがあるからね。ああいうのがね、やっぱり、ま、男性の中でもね、おちち好きっていう人もいれば、おしりし好きっていう人もいれば、大きいのが好き、小さいのが好きとかって、まあそれ好き好きだもんね。そんなのどうでもいいんだよ。さあ、撃て。もっと言うと、男なんかさ、もうみんなハゲ散らかしてってさ、で、カレー臭ぶんまいてさ、汗臭くてさ、っていうのを、ね、本当に、男なんかもどんどん劣化していく。女性はね、年齢を重ねていくことにね、どんどんね、深みが増していくっていうかさ、その、なんて言うんだろうね。やっぱ、こう、いろんな魅力だったり、色気とかっていうのが、なんで男だっばっかりあんな劣化していくんだろうって、ちょっと言っただけなんで、男っていうのは本当にもう、もっとね、ね、頑張れって思うよね。ヒューン。さあ、そんなこと言ってる間に橋本環奈が違う、もう渡さないわ。その個人名を出してしまったらいけないですね。はい、環奈ちゃちゃちゃ、あれの環奈の曲ってどんなんだったっけ。ちょ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 ち
なんでそんな髪がテロ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 してんだろうね。まあ、どっか、何だったっけな、何かのゲーム実況、この RE2 の何かの実況やってた時に、なんかもう髪の毛が恐ろしいことになって、で、エイダの髪の毛がひたすらハゲ散らかして、坊主になっていくっていう感じで、テロ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 やってるシーンとかもあったりとかしたけどね。まあ、そんなのも、どこのあれだ、サムネにちょそれ残してるから、興味ある方はちょっと僕のね、再生リストあると思うので、まあ、ぜひ眺めてくださいというところですね。さて、じゃあ、あとは地下に降りてって、セーブポイントまで行ったら、一旦このパート区切って、地下に、まあ、豆鉄砲で、なんか、覚醒したブチノメス君をね、やるという、ブチノメス君こっちだった。間違えた。ブチノメされる君やな。まあ、ミスター X かける。倒れてるー。カンナちゃーん最後か。あ、出た出た。ほら、見て見て。頭が、ハゲたり、生えたり、ハゲたり、生えたりしてる。テロ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 。テロ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 。いやー、何なんだろうな、これな、本当にな。まだ、あれなんですよね、PC を変えることができてないからね、8月にね、どえらいボーナス入ってきて、やったーとかと思ってたけど、やっぱりね、やっぱ、何よりも家庭に回すのが僕の中でのミッションは最優先だからね。だからこの間なんて言うんだろうな、その会社の人たちにお金ってどこに使うんですかみたいな相談をしてた。いろんなことでね、こんなに使ったりあんなこんなに趣味とかいいよとかなんかいろいろブラブラーとね教えていただいたんですけどね、まあ、どれも残念ながら当てはまるものがなかった。だから最終的に行き着いた結論がさ、女と金とギャンブルとタバコだとか言い始めてさ、タバコ吸えって誰もいねえのにとか思いながらね、まあそんなくだらない話をしながら、こっちの方にチロっていくと、ああ元カノ違う、今カノなんのかやばいやばい、ムービーになっても髪の毛テロ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 しやがる、本当にどうなっとんねん。しかもあれな、なんでこんなテロってんだろうね。エイダも、エイダじゃない、クレアもびっくりやる。あなた髪の毛どうなってるのって。レオ、あなたなの。いやちょっとこれはでもここはもう持たないよく聞け、脱出するんだ今すぐ。いやー激しいな、激しいテロテロやな、すごいな。いやーこれは面白い。このムービーが終わったらなんかテロテロじゃないや、なんか始まるんだったっけ。だよね、確かね。よし、何がだよね、時間制限が始まるところですよね。はい、早く脱出しろ。いやーこれどうにかなんのかな。よし、行こうか。テロテロ。あ、始まってる、始まってる。もともと始まってた。俺何言ってた。よし。よし、じゃあね、一旦ここで、アイテム整理をしつつ、終了とさせていただきたいというふうに思います。じゃあね、今回も最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回は、ちゃんと、仮装をして、その後に水鉄砲、糸を吐く。で、またね、再びね、ゴリッゴリになったやつを、ぶちのめしたいという、まあ、残り2パートっていうところかな、になりますんで、次回、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、楽しんでいただけたら幸いです。ではまた次回お会いしましょう。バイナラ。